虎に翼第129回場面写真。虎子の亡くなった夫、佐田優さん、中野太賀の幻影が消えた後の気配を感じ取る。現在の夫、星光一、岡田将生、CNHK 女優の伊藤沙莉が、佐田虎子、智子役を演じる NHK 連続テレビ小説、虎に翼、月土曜前 8.0。日本初の女性弁護士で後に裁判官となった三淵嘉子、三淵嘉子さんをモデルにしたオリジナル作品で、語りを女優小野真知子が務める。番組の公式、インスタグラムと X、旧、ツイッターが26日、それぞれ更新され、佐田優さん役の中野太賀と星光一役の岡田将生、虎子の夫2人の仲の良いお茶目なツーショットの画像が公開された。 X の画像では2人がギュッと抱き合って楽しそうな表情。フォロワーからは最高、虎ちゃんが焼いちゃうショットですねといった感想が寄せられている。虎に翼の記事はこちら。この投稿をインスタグラムで見る朝ドラ虎に翼公式、朝ドラ AKNHK がシェアした投稿。いかネタバレあり。この日の放送では、虎子と娘のひろみ、ハードコアスカが母子の絆を確かめ合う場面が描かれ、戦争で亡くなった優さんが幻影、イマジナリーで登場。現在の夫の光一との共演シーンとなった。公式 X のフォロワーからは、かつて放送された工藤官九郎脚本のドラマ、ゆとりですが何か、日本テレビ系の佐久間正和役、岡田と山岸ひろむ役、中野を思い出すといった声も。大好きなゆとりですが何か、のマーチンと山岸だ、この間に挟まれたいかっこ笑い、いいね線最高すぎる。この二人に愛されたトラちゃん、幸せ者、といった感想が寄せられている。また、公式、インスタグラムは二人が肩を組んで、ピースをする、オフショット。フォロワーからは、時空を超えた、ツーショット。トラ子は幸せ者だね、鬼肩の夫役、本当にどちらも、魅力的で素晴らしいですといった声が上がっている。